にちは。今ですね、MBA 大人留学の新しい校舎の方に来てて、ちょっと今引っ越し中ですごい忙しそうなんですけど、僕の後ろにいるミッチーさんこと鈴木さんだけ相手してくれたんで、ちょっとだけインタビューというかですね、語学学校、大人留学ってもう実はすごい有名で、ネット上で MBA フィリピンとかで検索したら絶対出てくると思います。社会人に特化しててビジネス英会話を学べるっていうことを特徴を売りにしてる語学学校で、もともとケッペルですよね。ケッペルっていうアヤラの近くと、あとラモスタワーっていう高級コンドミニアムでされてたんですけど、ついに自社ビルっていうことで今引っ越しながら様子を見に来てます。で、実はミッチーさんももともとフィリピンのセブに来た時は語学留学生として、どれくらいの期間？2ヶ月間でフィリピンが好きになっちゃった。好きになったし、その学校ビジネスも面白そうだな。あー、なるほど。で、実際今学校を運営されててどうですか、そのフィリピンでビジネスやるって。もう2年半になって、面白いです。国自体も伸びてるし、この留学市場も伸びてるんで、何やってもうまくいってるんでしょう。めぐらたいのことはもちろんあるんですけど、あと最近結構ね、こうフィリピンのセブ島で日本人のイベントみたいなのがいっぱいあって、つい最近だと IT のハッカソンいるセブ、インセブとか、あと何でしたっけ、イビサの原生ビーチパーティー、ビーチパーティーとか、そういうのはだいたいミッチーさんから発信。なんでまたああいうことを。いや、あれは本当こう、それこそ学校を留学した時に、一つの学校とか一つの会社ってすごく分けられてなかなか交流ないなって。あったとしても、ね、2人みたいになんか誰かを対して友達になったぐらいの友達じゃなくても、全学校全会社が交流できるような場を作りたいな、そういうのをちょっとオフィシャルでなんかできたらいいな。あー、なるほど。そういうのがメイン。そこで友達作ってね、幅広げてもらって、結構今セブは特に日本人が多くなってきて面白い人も多いですもんね。そういう人と出会わないのはもったいないです。出会うきっかけを誰も作ってなかったんで、素晴らしいじゃないですか。意外と理念持ってやってるから。なるほど。将来的にはここを、将来的にっていうか、あと1週間後2週間後にはここを拠点としてまた再スタートみたいな形になると思うんですけど、将来的にはどういう場所作りとか、どういう学校にしていきたい。学校自体も今ここでやっとしてたんだけど、自社ビルを持って自社経営やっていける。会社としてはセブンに本場があって、いろんな国にもチャレンジしていきたいなと考えています。なんかちなみに今ここが熱いんじゃないかっていうところは、今それこそ昨日ベトナムの人と食事したんですけど、ベトナムホーチミンをちょっと行ってみたいし、やってみたいな。シアとマレーシア、マレーシアはクアラルンプールよりもちょっと行きたい。あとやっぱもう島つながり、次バリ島、ハワイ島とか。こんだけ男前で夢持って、でしかももう学校を経営してるって、こんなパーフェクトな人も、噛んじゃう。こんなパーフェクトな人もいるんだな。セブ広いです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。